はい、ミサとオスイチファームコニタンです。本日は、5月10日ということで新しいヒナの発生日てなわけで、早速新しいヒナの様子を見ましょう。発生日なんで生まれてるかどうかはわかんないんですけどね。はい、こちら、3月29日入団の5月10日発生ということで、現在 1,2,3,4,5,6 個の卵が入っております。では開けてみましょう。お、さて、この子はもう完全に出てるね。後で解除してあげよう。この子はもうちょっとで自力で出れそう。で、これは、あ、これはここの殻が入っちゃってんだね。はい。で、こっちも出てる。出てない。出てない。はい。6個中、今のところ3は発生予定日に卵から出ようとしております。ということで、今日は、この完全に出てる子の体重を測っていきたいと思います。はい。ということで、早速やっていきます。おはよう。はい、こちらの子になります。それでは体重測ります。699g。 はい、700未満のちょっと小さい感じですね。はい、こちらです。乾燥してるんですけどね、毎度のことおへそをイソジンで消毒します。ごめんよ、許して。はいはい、毎度のことおへそおへそと言っているものは、そうですね、卵の中で卵黄から栄養を吸収するためのヒナとつながっている管のことを僕たちはおへそと言っています。はい、次に足バンドつけていきます。はい、ちょっとごめんね、ちょっとの間だよ、ごめんね。はい、この足バンドによってヒナが、足が開くのを防ぐことによって、そうですね、ダチョウの命とも言える足を守ってあげるというね、そういった工夫でございますよ。はい、こんな感じでつきました。ごめんごめん。はい、で続いてナンバリングですね。この子は12番、今期12番目のヒナです。はい、12番ちゃんです。ということで、しまいます。はい、ということで、12番ちゃんの孵化解除、孵化後の体重測定でした。残りの生まれてきそうな子は、もうちょっと頑張ってもらって、出てきてもらってから、また、やりたいと思います。バイバイ。ダチョウに詳しくなれる、ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう、めっちゃ楽しい牧場で待ってるよ。ミサとオーストリッチファームで検索。ちょっとピンマイク忘れちゃったんであれなんですけど、ナンバー12が西五の区画2に入所します。
ちらですね、新しい区画になります。ヒーター弱でつけとくね。はい、おはよう。はい、今日からナンバー12が、西子の区画2ですくすくと育ちます。ちゃんと成長するんだよ。